さあ、第10レースでは工藤模型代表ゼッケン4番の加藤選手からスタートしていって、富士ホビー代表ゼッケン9番の岡本選手、ゼッケン6番のタムタム岐阜店代表川北選手、以下7番三浦選手、8番姫小松選手、3番宗田選手、1番の浜選手、2番の舘選手、10番の高見選手、5番の江藤選手、11番の柴崎選手の全11台となってまいります。さあ、それでは予選第10レース M5 クラス3分間のスタッカートスタートレースが行われます。ゼッケンをコールされた選手から順にスタートをお願いいたします。それでは参ります。4番スタート、9番スタート、6番スタート、7番スタート、8番スタート、3番、1番、2番、10番、5番、11番。さあ、各社1周目から2周目に入っていく展開となってくる。まずは1周目をクリアして、ゼッケン6番川北選手、8番姫小松選手、2番の舘選手あたりが上位となってくるでしょうか。さあ、2周目をクリア、3周目に入ってくるか。さあ、ゼッケン4番加藤選手、工藤模型代表、現在トップを走行中。2番手タイムはゼッケン2番の舘選手、3番手はゼッケン3番のタムタム大宮店代表の宗田選手というところか。さあ、現在時間の方が50秒が経過しようというところ、お呼び出しお願いをいたします。はい、それでは予選第11レースをお呼び出しいたします。ゼッケン111北井選手、112宮田選手、113野木選手、114藤川選手、115倉田選手、116浜田選手、117前田選手、118萩原選手、119加藤選手、110内藤選手、お越しください。さあ、現在時間の方が1分30秒が経過しようというところか。現在トップはゼッケン2番の舘選手がトップを走行中。さあ、2番手はゼッケン6番の川北選手、3番手がトップはゼッケン2番の舘選手、2番手がゼッケン1番の浜選手、3番手がゼッケン3番の宗田選手と続いていく展開。トップ3は2番、1番、3番。さあ、時間の方が間もなく2分になろうというところか。さあ、トップゼッケン2番の舘選手、イエローサブマリン代表、マシンもイエローの2キューパーとなっています。バックストレートを通過中。さあ、表示ボードを通過していった。現在9周目に入っているところ。さあ、かなり展開が荒れてきているところか。ゼッケン2番イエローサブマリン舘選手は9周目をクリアして、9周目に入っていたところか。2番手ゼッケン4番の加藤選手との差は 0.2 秒差というところ、非常に僅差という展開。さあ、時間の方が2分40秒が経過。ゼッケン2番の舘選手、2番手と差1秒差というところでしょうか。ゼッケン3番の宗田選手が現在2番手を走行しているが、さあ、時間の方が間もなく手持ち3分がなくなってくるか。さあ、ゼッケン3番の宗田選手、10周をクリアして2分53秒というところか。さあ、ゼッケン2番の舘選手も10周をクリアして2分52秒、もう1周、これがラストラップになってくるか。さあ、まずはゼッケン4番の加藤選手は11周でゴール、ゼッケン9番の岡本選手もゴール、ゼッケン6番の川北選手、7番の三浦選手、3番の宗田選手、9番の岡本選手、4番の加藤選手もゴールしていますね。さあ、あと残る台数は1台、ゼッケン10番の高見選手がゴールして、これで全車ゴールインとなってまいります。さあ、イエローのカラーリング、ゼッケン2番の舘選手、イエローサブマリン代表が11周3分10秒035でこのレースではトップゴール、
2番タイムは工藤模型代表、今日は青森から参加のゼッケン4番佐藤選手が2番手タイム、3番手は藤井ホビー代表ゼッケン9番の岡本選手、ここまでが、トップ3となってまいります。